が悪くなっちゃうよ、こんなのやってたらね。どうせ雷やばい。どうせ雷やばいね。何がしたいんだろうな、その。なるなる。やばいね、これ。行かれてるわ。ザボがよ。ピカチュウが悪いって言われて、ピカチュウがね、あいつが全部やりましたっていうやつだから。こいつら超遅いんだけど。クソザコだわ。1分半ぐらい差がついてる。やっぱ順位変わんないね、変なことやっても。結局そうなんだ。うん、タス動画でさ、全員の得点同じにするっていうやつがすごかったよ。今さっきみたいなことやってんの？そうそうそう。いいじゃん。あー、これはいいわ。ね、いいと思うわよ。逆にないだろうからね。うん。ローマ海村、レンジアップは一回プレイして。あー、すごい。このゲームすごい。レーシングラグーンと大違いだ。すげえよく曲がる。落ちたけど。全然ぶつかんないよ。マジで？うますぎてビビるわ。本当のガチのやり込みだよ。そうだね。ガチのやり込み、ガチのやり込み勢だった。あれ頭おかしいわ。どうしてそんなゲーム頑張っちゃったの？ジェネさんもタイムリーだったよ。何のあれもなく、本当になんとなく始めたからね。まだか RTA ジャパンでやるとか。あのゲームね、なんであんな操作性悪いんだろう。本当落ちた。昔のゲームはさ、操作性悪いと言ったらいいから。必要なピーチ。多分こんなんやっても順位変わんないんだろうな。マリオよ、ずいぶん前に行かせたけど、ピーチがすげえ追い上げてくるんだよ。どうなるどうなる。ピーチ負けてんじゃねえか、ザコが。ザマー見やがれ。何がピーチだよ。この時スタート位置に行ったやつで、スピード決まるんだよね。どこに決まいるかで。そうもうアイテム持ってる状態。いやー、ここもね、ほんとやり込んだもんだわ。 100cc がほんと難しくてね、二度とやりたくねえ。 100cc でもスペシャル以外は結構いけるんだよ。スペシャルだけは無理。スペシャルはね、ただね、スペシャルでね、一番鬼門って言われてんのね、ノコノコビーチとドノツヘイヤだね。ノコノコビーチはさ、ファーストくらいだよ。ノコノコビーチさ、どうすりゃいいのって。どこで抜けばいいの？あれでノーミスで行ってもさ、俺抜かれたしな、最終的に。あれ、ほんとひどかったわ。
れなんだよね、意外とね、タスでもクッパはそんな使われない。うん、やっぱどうしてもね、挙動に問題があるっていうか、クッパ使いこなしても最速になれるわけでもないんで。そうだね、タスだとタスでも大体ノコノコ筋肉用だったり、やっぱコーナリングが命なのかしら。マジで曲がらねえからな。そうそう、だから多分使えるのってさ、キノコカップとかその辺ぐらいじゃないかな。後半は合ってない。ああ。キャップが落ちた。なるほど。そして落ちていく。でも最初300人くらいだったよ。ひたすら困って作業頑張ろうと思ってたね、これだよ。ね、エアコン部屋も閉めちゃうから、俺の部屋まで冷房来なくなるし。エアコンつけるんだったらそこの襖閉めることになるね、きっと。そうするよ、あんちゃんの部屋だったらあれだいぶ冷房よく効くんじゃない。すげえ楽でしょ。だってこっち20畳20畳以上冷やすことになってる。そう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 、楽に冷えるし。見えなってるだけだからな。なんだよってな。田舎のさ、固定資産税とかさ、とかさ、土地問題はやっぱみんな苦しんでるらしい。きついよ、ほんとね。土地だってみんな売りたいって言ってんもんね。売りたい、いらない。もう売りたいっていうか、もう0円でいいからもらってほしいだからね。いらないよ、ほんとに。いらねえ、紙ばっか買いやがって。紙コーナーで見るわ。このステージあれだよな、深いところがさすがにちょっと頑張んないと曲がれないから。アンキも RTA が意味わかんなすぎるんだよね。なんかね、おいしんぼのね、ゲームでね、そういうやつあるみたい。あ、そうなの。アンキも RTA なのか。俺もよくわかんないんだけど、どんな RTA なのか。やばいですね。でもね、あの作者、
こんな発言しまくって番組聞けなくなっててやばい、うん、やばいよ割とないね最近だとあれ、なんだっけ、あのジャンプのさ、うん、なんだっけ、あのあー、あれでしょう、なんだっけ、パイモミチャリダッシュだっけ何それなんだっけな俺、なんか謎の単語があるんだよねイチゴ 100% 話題になったでしょ なんか知んないけど、うん、トレンド上がってたんだけどさイチゴ 100% の作者の新しく連載してたやつ先週打ち切りになってたなんで炎上いやっていうかあの15年ぶりになんか連載したらしいんだけど打ち切りになったらしい打ち切りか、うん、なかったからなんかで、15年なんかツイッターのつぶやきはかなり切ないことばっかり言ってるらしい悲しくなってくるわなんかそういうの悲しくなるねえ私が当時漫画かけてたのはジャンプより連載されてたからなんだなってなんでそんな悲しいこと言うの気持ちはわかるけどさよく踏まえてる人はね、あんま変なこと言わないね、やっぱツイッターとかで。まあ、やっぱあのあれだろうね、リスク管理が完璧なんだろうね。うん、ね。トゥルルン。本当ね、喋んないね。いや、やっぱだからあのハンクリさんみたいに徹底するのがやっぱ正解なんだろうね。うん。あっこまで行ったらもう。すごいよ。ああ。だって自分が何してるかの宣伝とかは何もしてないもんね。あの固定ツイートになんか、うん、イラスト集みたいなあるぐらいだからねワームドラグーンワームドラグーンなんかやばいらしいよやばいなんかねあの FF 違うなスクエアの、うん、なんかシリーズ全部通してなんか相当やばいんだってヒロインがなんかね RPG の三大悪女に入る女がいるらしくてだからちょっとやりたいあれあれだよ、うん、あの大学の先輩のさ置き土産で置き土産ね五右衛門とボンバーマンとバハムートラグーンがあったのだ、ね、で俺がなんか知んないけど俺の部屋の先輩じゃないのになんか俺がもらったよしとりあえずハードでやってみるかちょっとねあのうん時期じゃないとさすがにきついまあそうやろうな勝利落ちコンボ母ちゃんが最近さあのあれすごいハマってるよねあのミッキーじゃん、スヌーピーのやつかうん、ハマってるねスヌーピーのパズルすごいハマってるよなイエーイ絶対スマホなんかすぐ飽きるだろうって思ったけどずっとやってるよ、ね、狂ったようにやってるよめっちゃハマってるよこんな面白いんだなって思った全然間に合わないわ少量値コンボしてるお本当にこれはあれなこれどうなんだなぷよぷよも難しいけどどっちもむずいからな、うん、俺には何とも言えないどっちの方が難しい極めてる人は相当上手いんだよっぽどだろうね、うん、俺にはねそこまではいけなかった頭の人は頭おかしい頭のなんかあれが処理能力が早いんだろうなと思う、ね演算能力とか高そう。あっけえ。ほいほいほい。この世は熱い。いやーしかしさ、女の子にも人気出るようにってさ、売り出したのにさ、あんま人気出なくて悲しかったわね。うん、何が？パネポン？ああ、このゲーム自体がなんかあの、なんかあれだよね。ハードル高いっつーか。うん、男はね、あの、やらないだろうからね。ああ、そう。いや面白いね普通にていうかなんかぷよぷよ以外で
あのちゃんとあのゲームになってるパズルゲームって結構珍しいっつうか。国王のおでんやるしかね。国王のおでんあるパクリでしょ。国王のおでんしかも入ってるらしいから、なんかコレクションみたいなやつ。ね、入れていいのかよそれ。いろいろありますけどね。お、ああそういうのだな、やっぱ。ああすごい。頭よす。頭よす。懐かしい。いや反射神経のねあれだわ、うん。なんかやるのには、なんかぷよぷよはねムカついてしょうがない。ぷよぷよはそうだね。ワンミスでもどうにもなんなくなっちゃうからあれ。ぷよぷよなんか勝てねえしな、上手い人とやった、うん。これ全然勝てなかったもん。植竹がすごい上手かったな。あれ全然勝てなかった俺。たまに引けるぐらいで。うん。俺以外のなんかなんだろう同級生とかマジで あいつ相手になんなかったからね。俺でも相当負け越したから、ね、多分それでねあのぷよぷよぷよ界隈では中級ぐらいなんだろうね。そうだね。あいつあとなんかあれめっちゃ強かったのスーパーブドウデン2。俺全然勝てなかった。ーボージャック超強かったよあいつの。それはスーパーブドウデンもあったな RTA ジャパン。あそうなんだ。結局ね、あれね、難易度スーパーにすると勝てねえんだよな。すげえ。そう、スーパーにすると何だったっけな。ブロリー、スーパーじゃないと戦えないんだっけ。確かそうだったね。なんかあるんだよな。ブロリーね、マシンガンシューターが超強いっていうね。いや、結局さ、フランクススライディング確かね。空中スライディングね。俺はあれでやってた。あれ以外で勝てない。上竹普通に勝ってたからな。いやそれ知ってるんすけど面白くないっすよって、うん、まあそうなんだけどさ勝てねえんだよ。あいつはだからよっぽどやり込んでたよ、うん、あいつにあの打ち返しの連打で勝ったこと一回もねえよ。おかしい。なんか指あいつね人差し指と中指で交互にカタカタカタってなんか連打しててさ全然勝てなかった。え何それって。そんなんあるんだ。ひどいひどいミスした。やっぱまあアクティブ連鎖は難しいな。落ちるタイミングでうまく移動してってやつだ。そうだね。なかなか難しい発想力よ。なんか本当になんかそのなんか瞬時にそれを判断できる能力が求められるよな。あめっちゃ連打しないといけないんだけどさ。うん。うまくタイミングが合わないとそのまま。ああそうだね。あれで合わせられっかんね気合で。本当に気合で繋げてるって感じだからね。そうそうそう。見ても相変わらずあれだね、あのこのお邪魔ブロックの顔キャラによってマジ気持ち悪いよ。キモいわ。あーだんだん経験が思い出してきた。おやってってやっぱ動くようになるんですかね。うん、暇つぶしに超スローモーションでねあの組み立ててた時の経験が生きてきてるわ。あーこれちなみにできますよ。4分の1倍速まで。4分の1倍速までできる。ハイパー遅くなる。高速ドンキーやろうと思ったらさ4倍速ドンキーがマジであのさ、いや面進めてくのはあれだったんだよ、うんうん、あのね樽に入ったら狙えなかったマジで、まあそうなるよね、あー4倍速無理だなって2倍速に落としても無理だった。2倍速でも相当無理だった。これね4分の1倍速とかにしたらなもう無限につながるわ。4分の1倍速ドンキーとかなら逆にできああ惜しいな。あ繋がったよな今の、うん、そうそうその置き方なんだよね繋げる時の。そういうのあるんだよな。俺はなもう全然このゲームできなかったかんな。ふげらしたら竹雄にまあまあやるねって言われる。あの家はねゲーム強いんだよ。異常だってキヨちゃんもまあまあやるじゃん。やるじゃん。王者の余裕だったマジで、ね、あはいって感じだった。マジで強いよあの家。強いね。俺たちみたいにわかにはちょっとね。そうだね。俺たちのシャバゾーンには無理だった。おめえらおとなしくギャルゲーでもやってると言わんばかり。ほんまやで。いやでもまさかねあのコウキとヨッチがギャルゲーに目覚めてるとは思わなかった。思わなかったね。そんなもん一つも教えて覚えないんだよ。そうだね。俺らだってさ来た時にあれであれだいたいソニックやらしてたぐらいだからね。ソニックやりたいんだけどって言われてさ。俺ソニックやらせろゴミ虫って。
気づいたらなんかあれだねっていうかさ、サダヨさんにさ、うん、あのなんだっけ、あのこの近くになんかローソンってあるって聞かれてさ、あこどこどこにがあるのが一番近いですって言ったら、なんか近所のなんかクリアファイルが今もらえるから、えって思って、お前ら近所見てんのって思って、お前ら母親にそれ取らせに行ってんの、母親に金賞のクリアファイル、マジかって、それはさすがにねえよ、俺らが母ちゃんに頼むようなもんだからね、絶対いないよね、ないね、絶対にありえない、さすがに気まずいわ、いや金賞のクリアファイル、いや分かるよ、欲しいのはそういうの欲しいの分かるけど、母親に頼むはねえよ、母親に頼むもんじゃねえよ、もしかしたら何か規制されてるのかもしれない、向こうでは、いや多分あれだよ、ほらあっち父親があれだからね、いろいろフラストレーション溜まって、父親が許さないのかもしれないな、金賞、金賞は許さないから、よっちは頑張って金賞を見てあれだから殺意をね抑えてるから、金賞が見れなくなった瞬間に殺されるから、殺されるね、生かされてるだけだから、最近あの気さくの動画よく見てるわ、気さくの裏ルートっていうやつがすごいね、うん、感動的でやばかった、あれでしょ、あの本当は生まれてくるはずだった、そう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 、てか最後気さくさん死んでるし、そう成仏しちゃう、いやてか気さくのエンディングなのやばかった、気さくさ見てんだけどさ、うん、あれさただのいいやつだぞあいつあれ3兄弟なんか一番まともらしいからね、うん、むしろ気さく以外は、うん、気さく以外ガチのクズだって、いや気さくがあの一番人気なんだよ、あの伊藤シリーズ、あのおじさんシリーズの中で、いや気さくさんマジでおもろいからちょっとやりたいんだよね今、これも終わりやろ、鬼畜門この顔が一番嫌い、色も良くないし、あれ絶妙に絶妙にあれだわ、そんでもハードならまだ楽なんだよな、ベリーハード？ベリーハードは、ね、なんか一番難しいやつは結構きついんだよね、ベリーハードやりたくない、あ、間違えた、これあれか、8回まで死ねるやつか、そう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 、生贄だわ、鳥、あ、ちゃんとエンディングでいなくなるから死んだやつ、悲しいよね、うん、カンクリエンドがだからあれだよね、見たいんだったら濃紺、しかもなんかお母さんなんか顔気持ち悪くなるんだよな、前の、え、なんでそうなるん、さっきので良かったじゃんってなる、暑いなぁ、ほんとに、おぉ、すげぇ、下がれ、ゴミ虫、面白い顔、土に帰れ、ゴミの朝倉、土に帰れ、生ゴミ、今さら気づいてバッてんじゃねえよ、マヌケな警察ども、いやほんとね、いいセリフばっかりだ、野口五郎にあれをやらせてたってのがすごい野口五郎時代なんだろうな、渡哲也死んじゃった、渡哲也死んじゃったってね、風間さん、あやべえ、ちょっと脳がフリーズしてる、暑さで炎が沸騰しちゃう、クリムゾン同人誌の売り上げで弟を大学に通わせた精神すごいわ、ね、クリムゾンさんめっちゃいい人らしいから、そうだね、なんか喋り方でわかるもん、すげえいい人なんだろうな、なんかね、なんかすごい今 YouTuber や、ね、あ、やってるやってる、で人気なんだよね、登録した一瞬でなんか1万人超えた気がする、ね、クリムゾンさんね、あれだってこの間水流系とコラボしてて二人が選ぶなんか絵がうまいなんか同人作家みたいなのやってて、絵がうまい同人作家ていうか水流系と仲いいんだって思う、仲いいのかすごいなんかあのジャンル的にもあれだから、でも長いかんねお互いね、うん、やっぱあるんだろうね長くやってて、今なんてうまい人だらけだからな、びっくりするよねもうね、俺らがさなんかその昔アニメとかねエロゲとかがさ、うん、なんか興味持ち始めた頃って言ったらもうさ20年ぐらい前になるわけじゃん、うん、まあ、コミパとかシスプリとかあの辺が流行ってた時代、うんうん、あれあの時だって今見たらっていう人結構ね、そう今見たら結構デッサン崩れてる、どれも時代だったんだね、すげえうまいって言われてる人ですらそれだもんね、うん、
北千里さんはね、うん、サムスクの北千里さんはうまい。あれはちょっとね、あの人はね、報われないんだよな、なんか。本当だよ。ちょっと。結構ね、そう、いろいろ。当時からあれ、僕は出せてたの、本当にすごい。あー、ダメだ。脳がフリーズする。おぉ。クールダウンしよう、クールダウン。お、強い。あ、終わった。なんと。やる？あれムカつくよな、下からせり上がってきたやつで壊れるやつ、うん、なんでやねんってな。ふざけんなってなるわ。あーすごい、そこは分かんなかった。あーまだ繋がるのか。次出てくるやつなんか強いんだっけ？次、あそうでも、そうでもない、ね、あなんか結構なんか、ね、サナトスだったっけ？俺ハードでも割と負けるよ。マジか、やっぱ強いんだな。負けちゃう負けちゃう。このゲームっていうかここまで来たらもうよっぽどだと思うけどな。もうやる。すごいな、長期戦になるとすげえきついよな、このきついね、だんだん速くなってくるからね。恐ろしいわ。おい、今やこれじゃベリハ勝てないな、ちょっと、まあ、マジか。ベリハもともと安定しないんだけど、敵強すぎて顔ムカつくんだよな、こいつ。うん、今俺が使ってんのがあれだから、ポネポンで一番人気のやつだから。あ、そうなんだ、うん、4だったっけ、風の人だよね。そうこいつは BGM 好きです。うん、ね、あれとりあえずね、見た目がね、うん、そうだね、かわいいね、確かに。何が人気ねえんだろうな、やっぱあの風つが一番最初のウィンディーかな。あ、そうだな、確かに。だってあれ、一人だけおばさんじゃん、目がなんか。あれはちょっと、お蝶夫人だから。まあ、お蝶夫人だよ。うん、あの手のキャラはしょうがないね。カリンとかもお蝶夫人って言われてる。ジャスティス学園。ジャスティス学園はさくらが、あのさくらの歴史で一番可愛いって言われてる。実際そうだね。ストーリーモードのストールモツが、ね、青春、え、早っ。やるな。青春日記のさくら可愛い感が立ち絵。そうだね、めちゃくちゃ可愛いよな、あれ。ジャス学の人とさ、逆転裁判の人、うん、俺同じだと思ったんだけど全然違うかったね。みたいだね、カプコンだし ね、なんかでも関係ありそうだけどね、絵柄が結構似てるからね。カプコン、うん、だわ。逆転裁判のキャラってさ、カプコンって感じのキャラだもん ね、あのなんかいでたちというか、うん、あなんか派手っつうか、なんて言えばいいんだろう。ジャス学の人はね、あの人ね、すごい好きだからな。はーい。BGM マジで汗かやめてくれ、警報ぐらい焦るんだよ。緊急、なんだっけ、避難警報みたいな。あれさ、わざとなんか、あの、嫌な音にしてるらしい ね、あの、ブーってやつね。日常的に不安になるからやめてほしい、パニック起きるだろ、あんな。そうだね。だから母ちゃんが家の中戻ろうとする、いつまで続けんだよ、バイクだから。こうやってゆっくり、ゆっくり上げるように工夫してるのに。考える時間を設ける。そして処理落ちを使う。このゲームはでも処理落ち基本なんでしょ？処理落ち基本。処理落ちでつなげるゲーム。今だからリメイクとか出たら処理落ちがなくなってしまう。ね、困るわ。だいぶ困る。困る。シンプルシリーズなのに2が人気出すぎて、あのシリーズ化してしまったゲーム。あれすげえ珍しいパターンだよね。ね。マジで。でもやった人はみんなおもろいっていうね。ケイスケもやってたし。面白いよ本当に。ただあれアホみたいに時間かかるから今多分ね、まあ真面目にやんない方がいいと思う。時間食い虫だよね。もしやるとしたら PR 使った方がいいよ、あれ絶対。あの時間いくら経って足んないもん。無限の時間を。
あれだよね、鉄のやつはさ、なんか重なっててもさ、なんか一緒に壊れないのがいいよね。うん、なんか差別化される。よっしゃ倒した。余裕だった。余裕でもないのか。デリハだったらこいつ全部消すんだけどね、消せるところは。あ、そうなんだ。そこがやっぱ違うんだ。全部消してもう全部ブロックで埋まったから、もう壊せるところないって状態じゃないと倒せない、こいつ。そのレベルか。いや、まあそうだよな。疲れた、返します。はいはいはい。この顔でよかったのになって。ね、キモいんだよな。急にキモくね、くせえんだよってなる。そうそう、帰ったかな。多分帰ったと思う。おんちゃくさん配信見ないといけないから、作業は全クリですわ。ね、こう見るとまあ確かにあれだよな、女の子向けっぽいよな、デザイン的に。そう、超女の子向けなんだけど、そもそも女の子あんまゲームやらない。ゲームやんないし、パズルゲームね、だからちょっとそれでね。コーデリア、まだやるつもり。システム的にはかなりさ、面白いゲーム。きめえ、腹立つわ。やめてくれ、きまえわ。あ、まあまあこれね、あ、ちゃんと全員いるエンディング、さすがやで。ね、これ道中死んじゃうとみんないなくなるのかな、確か。そうだね、うん、あの筋肉マンみたいに復活しないからね。しないからね、フェイスフラッシュできないから、ね、筋肉マンの話さ、昨日してたんだけどさ、うん、筋肉マン以外ヒットしてる作品ないよねゆで卵。そうそう、筋肉マンしか知らないよな、確かに。グルマン君って漫画やばいよ。あ、俺知らないそれ。ね、厨房でうんこしながら料理する漫画もうやばいよ。見たいわ逆に。あれね、レビューサイトがあって、うん、それして見たことしかないんだけど、うん、やばかった。いや、気になるな。いや、最近気になる漫画はやっぱアクタージュが気になるじゃないですか。打ち切りで、うん、みんなが超おもろいって言ってるチェーンソーマンがすごい気になる。知ってる？チェーンソーマンね、名前しか知んない。うん、あれもジャンプなんだってね。いやいや、私まだ上位になれないわって、このクソ野郎がふざけたこと言うんだよね。ノーコン、なんでベリーハードでっていうの。そうそう、うるせえハゲが黙ってやろってなるよ少し、君少し黙れって言われる。少し頭冷やそうかってあったじゃん、ナノハで、うん、あるね。あれ顔変えないでってすごい言われたらしいから。言われたね、顔変えたらね、なんかサイコパスっぽい。そうだね、逆になんか違和感あるよ。なんか、めっちゃ やばい顔が良かったね。あの顔の作が良かったんじゃんなってね、思うんだけどね。いや、あれ変えちゃったかな、もったいないって思ったよ。本当だよ、だからおいおいおいが消されたようなもんだわ。おいおいおいのセリフドッポに取られちゃったからね。そう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 、ひでえわ。やるなぁ。アドバンスのゲームも入ってんですよ。なるほど。ほら、アドバンスのギルティ入ってるよ。ギルティなんてあるんだ。あ、EX がある。これ、ユーヤが持ってた。うん。やる？ EX2。EX2 は面白いらしいね。どうぞ。俺さすがにね、手が痛くなってきちゃったわ。なるほど。あんまりやっちゃうとダメですね。うん。やっぱね、右手はね、もうね、ある手でやっちゃうとダメになる。ちょびっつあったんだぜ。ちょびっつ。アドバンスで。知らなかったわ、俺。チョビッツね。チョビッツはすげえ漫画だわ。すごいね。バブルボブル。ファイヤーエンブレム。ポケモン、この辺ないつできるかわからんけど。不思議のダンジョン。ローグライクが最近面白くてな。あ、そう。そう、アドバンスで。で、これ、60。一応4まで入れてる。で、ワリオランド。あれ入ってるよ、カトちゃん、ケンちゃん。カトクエンドが似合うね。いや、これクリアしたけど、めっちゃ。無理だわ。残機無限でやっとクリアできた俺が生まれる前じゃん、出てるのこれさ、全部あれだから、大体ナルト地にあったゲームだから。そうだね、懐かしいでしょ。ロックマン、あ、サンマの名探偵やるあとアキラでしょ、メガテンでバブルボブル。もうアキラをさ、でロックマン、あ、これなんて言うんだっけ、んこの機械は。レトロフリーク。そう、レトロフリーでやったとはいえ、アキラクリアしたのはやばかったりするさ。ああ、すごいね。俺もやったけど全然、ってか俺原作、うん、漫画の方読んでないかんな。映画は見たけど、うん、カエルのためには名作だわ。カエルトシロが、これも92年なんだ、うん、一応デラックス版出てるらしいけどね。やったことないから、なんかすげえおもろいって聞くから。トジロ持ってたんだよな、これたまたま。あ、これピンボールこの間全クリしたよ。あ、マジでうん、QSQL 使いまくったけど、いや、使わないと無理だぜ、あのゲームマジで気狂ってる、本当に
でもカエラマジでね、あれすげえいい作品だから、あんちゃんやってみるといいわ。ちょうどやってみようかな、じゃあね、うん、ワリオランド、ワリオランド2をやったらさ、うん、死なねえんだよ、ワリオランド2って。死なない、うん、食らっても食らっても死なないから、うん、なんかね、結構特殊な感じだったね。なるほどね。あ、そういうゲームなんだ。メガテンばっか入って、あ、幽遊白書ね、トシロがよくやってた魔界の扉編。よし、コミステさせてもらうわ。はいはい、アドバンス。メガドライブにマジカルタルルート君と悠々白書が入って。マジカルタルルート君、ね、バームトラグンでもね、気になる。RPG 界三大悪女がいるらしいんで。レーシングラグーンやったらバームトラグーンもちょっと気になるんだよね。はい、同じようなもんなの、あれ。あれはね、レーシングラグーンはバームトラグーンの2を企画、最初企画してたら気づいたらレーシングラグーンになってたってやつ。なんであれレースになっちゃったの、ちなみに。なんでだろうね。よくわかんない。だから企画段階の残骸っていうか、キャラ名とかさ、なんかいろいろ残ってるのよね。ターボのパーツ名がバハムートだったりとか。あ、そうなんだ、うん、そういうことなんだ。つかターボいくつも乗せられるの、やべえ、あのゲーム。なんでターボ8つも乗せられるんだよ。恐ろしいわな。頭おかしいわ。よし、あったー、いなくなったよね、そろそろ。まあ、いないでしょ。俺行くわ、どっち。いやー、さすがに。あっちから俺もちょっとそっちに行くわ。